マガンダンガービー、こんばんは。フィリピンはメトロマニラマカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズのインストラクターをしておりますヤッサンです。なんか突然アラバンタウンセンターで花火が始まったので、今回はいつものようにグダグダっとくどい説明なし。日本では各地で雪も積もり始め、くっそ寒そうな中、おいおい、また敵増やすぞ。こちらフィリピン首都圏では扇風機とフィリピン政府のわけのわかんないルールに煽られながら、そうそう、冷や汗をかきながら、ビールを片手に花火見物です。クリスマスが近くなると週末を中心にこういった花火が上がるんですが、今回はちょっと盛大なようなんですよね。関係があるかは定かではないんですが、今この動画を作っているのが2021年12月19日。3日前にフィリピンの真ん中をすごい勢力で通過していった台風22号、フィリピン名オデット。12月半ばの季節外れの台風だし、まあ大したことないだろうなんて思っていたところ、急激に成長しスーパー台風に。時間が経つにつれ被害状況も明らかに。今朝の時点で死亡者数が75名を超えたとニュース報道があり、その十数時間後の今、100名を超えております。日本でもその被害状況をニュースでお聞きになっている方も多いかと思います。私もセブ在住の YouTuber の方や Twitter で発信されている方の生の情報を見させていただいてますが、日を追って明らかになっていく現状に本当なんかやるせないです。そんな中、ちょっとだけ微笑ましいニュースがありましたね。これ日本だったら叩かれるんじゃないかなっていうやつですが、瓦礫の中での結婚式、しかもバックにジョリコちゃん、大災害の不幸の中、こういった微笑ましい話題もフィリピンらしくていいなぁと思っちゃいました。こちらは今朝のアラバンスターモール。こちらもフィリピンあるあるですが、台風が過ぎた後もしばらくこう言って天候が悪くなることあるんですよね。で、こんな時に限って乗ろうとしたバスが窓なしかよ。時間に余裕があったので朝飯がてらジョリビエ、蜂娘ではなくニャンコがなぜか迎え出てくれました。不健康極まりないファストフードの味を覚えてしまったんでしょうね。ここで私いつも加工肉抜きのエッグ&チーズ、今回のは卵焼かれすぎてますが、いつもはトロットロで美味しいんですけどね。ちなみに朝マックもよく行きますが、こちらもエッグ&チーズ。こういったところのチーズって火をつけるともくもくと黒煙を上げる怪しいやつだろ。そういうこと言うなよ。まあ今度実験してみようかな。ちなみについでに、こちら朝帰りのお二人様用ではなく、コーヒーの L サイズとホットチョコレートのセットをお一人様で注文。タンブラーで混ぜると程よい甘さの美味しいカフェラテが出来上がります。加工肉抜きで合計133ペソ。何の話でしたっけ？あ、そうそう、花火。いつものクリスマス前の花火はささくさっと終わってしまう、やっつけっぽいものですが、今回のはクリスマスの当日やニューイヤーにあげるような結構な規模のものです。で、台風で被災された方に向けて元気づけてあげてるんではないかなと勝手に思ったりもしております。そんなわけで今回はちょっと急いで編集をまとめ、ささくさっと花火を楽しんでいただこうと思いの動画のアップとなります。とりわけこのチャンネルの動画をご覧の方々、日本在住の方が圧倒的に多いですので、本当にこの時期の日本、クソ寒い中。だから、クソ寒い言ってんじゃねえよ。お前がクソ寒いおっさんだろ。自覚してますが、何か？日本の気候的な寒さ、私のマニアックなトークの寒さを乗り越えて、そして何より、今回台風で被災された方々の苦悩が早く乗り越えられるよう、たまにはこういった綺麗な映像もお届けしようと急遽思ったところです。そして街の騒音、フィリピンならではのジープの騒音なんかもお楽しみください。そんなわけで今回は BGM も一切なしです。
いよいよクライマックスです。たまや、いやはやクリスマス直前にとんでもないことにはなっちゃいましたが、明るい2022年を期待して皆様良いお年を。あれ、動画アップ今年これで終わりなん？それはまた気まぐれで。ではまた多分すぐに。